変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ショートが構えます。取ってワンアウトです。打席には2番バッターオコエ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。トコダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス丸、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました。右中間に強い打球。このあたりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは強引に引っ張れる力がありますから慎重に攻めたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。引っ張った。デイビー一塁へ。これはサードのエラーです。カープさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。ミスからの失点は避けたいですよね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから丁寧にいった方がいいでしょうね。その警戒すべき中田がバッターボックスです。まずは変化球から入りました。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。牽制セーフ。打ちました。ライトに強い打球。伸びていく。どうだどうだ。ライト深いところ破っていきました。ジャイアンツ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。2対0になりました。カープこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席には坂本が入っています。さあなおもピンチの場面。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。高めのボール、上本が掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ1点を追加しています。2対0、ジャイアンツのリード広がっています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボールいっているようです。2球目は何で来るか。バッター見送りました。ボール先行です。打ちました。取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは8番堂林。まずはワンアウトを取っています。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。
ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の床田が打席に入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。さあ初球は何か、引っ張った、これはどうか、ライトの前、あっという間にライトへ、ランナー出ました。カープです。ツーアウトランナー一塁、打順は1番に帰ります。バッター菊池、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。引っ張った、これはどうだ、二塁送球、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3回終了2対0、ジャイアンツがリードしています。4回に入っていきます。7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは吉川、先ほどの打席はライトフライに倒れています。カープビハインドで迎える4回です。スライダーが決まります。これが3球目、アウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライクです。内への変化球は決まりません。さあ仕留められるか、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい、さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは大城、そして一塁ランナーは吉川。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいですね。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。打ちました。センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センターが取りました。さあ一塁には追加点のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。まあそうですね、バントするかわからない場合は牽制を挟むのが有効ですね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ここもバントの様子も見送っています。警戒しているのかボールが2つ先行しています。さあ3球目は何か、バントしました。ピッチャーが取る、一塁送球、ツーアウトになりました。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。初球いいところに決まりました。これが2球目。外のボール打った。面白いところに飛んでいる。掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2対0、ジャイアンツがリードしています。カープ4回裏の攻撃になります。2番バッター上本、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。
前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。調子は悪くなさそうなんで、今度やって高め打ちました。これはどうか、ライトが取りました。バッターは3番秋山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで、今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。グリフィン、まずは先頭バッターを打ち取っています。外は入っています。ノーボールツーストライク。打ちました。この打球はフライになっています。ショートに任せます。掴んでツーアウトです。打順は4番マクフォール。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。アウトコース、ストレートが決まっています。スピードボールを持っています。打ちました。中田、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終了2対0、ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めている感じですかね。ベンチの動きにファウルになります。インハイ決まっています。あっという間にツーストライクです。インコースボール、インコースボール、これが5球目。打ちました。入れました。ファールボール。打った。このフライはどうだ、落ちるか。ライト掴んでワンアウト。打順は3番丸。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。インサイド落ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーはカープが床田。高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ。ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。次外すにしても意味のあるボールにしたいですね。はい、打ちました。打球はライトへ。ここは打ち上げています。この回ジャイアンツ三者凡退です。2対0、ジャイアンツがリードしています。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから、ここからですよね。そうですね。バッターの奮起に期待したいところです。ボールになります。ボール先行です。高めに持ってきました。ここは150キロを超えてきます。ファウルになります。ボールカウントは2ボール2ストライクです。
打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。6番バッターデイビー、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。さあ外してくるのか。インサイド落ちました。これはどうか。取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは7番坂倉、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。カープダブルプレーでランナーなくなりました。インコース決まった。